アビー。今日はついにラオスを出国し、カンボジアに行きます。では、行ってきまーす。4日間お世話になったトンデット島ともお別れです。実はトンデット島は友達がおすすめしてくれた場所です。6年前と比較すると随分変わっていました。友達がお世話になった場所が閉店していたり、昔は砂浜だった場所が跡形もなくなっていたり、また次来た時どうなっているか楽しみです。さて、船着き場からだいたい30分ぐらいでカンボジアとの国境に着きました。ここは世界でも評判の悪い国境の一つだそうです。じゃーん、ラオスとカンボジアの国境ノンコックなんちゃらに着きました。イエーイ、今日からカンボジア。喜んでいたのもつかの間、このイミグレーションではスタンプ代などの不必要なお金も請求されました。しかもなんと私は入国に必要な35アメリカドルを持っておらず、賄賂で2万円払う羽目になりました。事前に調べていましたが、感染症の影響もあり、入国のための情報が錯乱していたのです。ここには ATM もないので気をつけてください。じゃーん、自分の足で国境を越えました。あはじゃん、カンボジアに入りました。なんか結構評判の悪い国境なんだけど、2万円も取られました。なんでこんなに笑えるか分かりません。あー、でもカンボジアに来ました。楽しむぞ。こんにちは。あれ落ちないのかな、かぼちゃ。すごい量のかぼちゃだ。ちなみにかぼちゃはカンボジアから来たからかぼちゃになったらしい。国境付近の町を少しお散歩です。市場はとってもにぎわっていて活気がありました。では5時間ミニバンに乗り、シムリアップに移動します。5時間はあっという間に過ぎ、シムリアップに到着しました。早速夜の探検タイムです。ちなみにこの町の乗り物めっちゃ可愛かったです。ここはパブストリートという通りです。外国人も多く、とても賑わっています。ドクターフィッシュを楽しむ外国人がたくさんいます。ここは私の想像していたカンボジアとは全く違う世界です。さあ、観光客のための街という感じがします。夜のデザートには大好きなチュロスを食べました。カンボジアは最高かもしれません。こちらはカンボジアの通貨リエルです。しかしカンボジア独自の通貨があるにもかかわらず、ここでは多くの場合アメリカドルが使用されます。さて、明日は東南アジア最大の世界遺産アンコールワットに行きます。動画を作るのがとても楽しみです。ではおやすみなさい。